はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆうかです。今日は、11月のお気に入りをご紹介していこうと思います。11月もね、11月というか10月のお気に入りやってないからね。だから結構新しいアイテムが多々あるんですけども、それでは早速見ていきましょうか。レッツゴー。それでは一つ目はね、このイニスフリーのスマートドローイングブラッシャーの2番の色なんですけど、これね、ちょっとどういう色かお見せすると、こういう自然なピンクコーラルみたいな感じかな。ちょっと大人っぽい色でもあるんですけども、この色結構使いやすくって、で描きやすいので、もう普通にこういう風に塗っちゃったりして、はい、使っております。これが1つ目。あと2つ目が同じくチーク系なんですけども、この間の動画にも登場した 3CE のフェイスブラシ、ローズベージュのお色味になります。これもね、これと結構2本使い、2個使いしたりしてます。3つ目はリップ系なんですけども、 NARS のね、これね、かすみにもらったの、親友にもらったリップグロスなんですけども、 NARS のリップグロス N って書いてあるんだけどね、これ何番なのか分かんないんだけどさ、こちらのリップグロスになります。ちょっと今使ってます。いい感じのくすみのあるピンクのお色です。で、あとはちょっと似た色なんだけど、 VDL の、エキスパートカラーリップキューブ506の色、こちらの色もめちゃめちゃお気に入りです。これをベースに塗って、これを上乗せするっていうのも結構最近やってます。はい、それでは5つ目はね、このヘラのクリスマスコフレというか、まあこれ単品で買っちゃったんですけど、クリスマスコフレのこのね、すごいのがこっち側はこういう風にクッションファンデになっていて、なんかこうくるくるって回すとハイライターとリップチークが出てくるんですけど、じゃん、これがめちゃめちゃ使いやすい、こう旅行に最適なパクトになってます。なので私多分タイにもこれ持っていくと思う。あとはね、ヘアケアなんですけども、このもらい物なんだけど、オールドウェルのウルトラスムースムーディングシャンプーデュアルセンセスっていうやつなんですけど、多分ねこれドイツ製って書いてあるのね。Amazon とかで買えるみたいなんですけど、こっちのトリートメントはもう使っちゃった全然なくて、このシャンプーももうあとラストなんですけど、このシリーズめちゃめちゃやばいです。今まで使ったヘアプロダクトの中で一番おすすめです、今のところ。でこれのヘアオイルももうラストなんですけど、これもすっごいおすすめ。なんか髪が柔らかくなったかなって思いました。でこれは結構ね、10、11月って使ってるかな、なのでおすすめです。はい、それではそんな感じの11月のお気に入り November Favorite でした。まあ皆さんの何かしら参考になったら嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 Instagram と Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ。